こんばんは。ステージ2でスタンディングオベーションを受けた山本拓司。そして洋楽の知識なら誰にも負けないと豪語する若江貴樹。彼がすごい非常に才能があるあのシンガーなので、まあでも歌う時になったらお互いバトルっぽくガンガン来たいと思ってます。ちゃんとお互いが美味しいと思ってるとこが、そのコードの中の美味しい部分に行くから、だから全然普通にバシッて言ってくれた方が、一番気持ちを伝えれた人が進むと思うので、本番は譲らないつもりで、もうガチで勝負して絶対に X ファクター優勝できるように頑張りたいと思います。審査員の心を揺さぶるのはどちらの歌声なのか。Trust me, I'll say when I say it's okay. Oh, 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 really, baby. Don't let me know that I'm not free. Oh, believe me, know that love what you say. And let me love you. Let me love you, baby. Let me love you. Oh, 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 oh. Let me, let me, let me, let me love you.お疲れ様。あともう1日ぐらいあったらもっといいパフォーマンスできたと思う内容でした。いかがでした？できなかったです。必死に歌詞も覚えたんですけど、出てこなくてうまくいかないかったです。